パチェッリスーキ教と握手を交わすホルテー・ビテーズ、ナジバーニャイ・ホルティ・ミクローシュは、ハンガリーの海軍軍人、政治家。国王不在のハンガリー王国における原始たる、摂政を務めた。フランス語風のミクローシュ・ホルティド・ナジバーニャという名で、知られる。ビテーズとはハンガリー語で、勇者を意味し、ナジバーニャイは、トランシルバニアの都市を指す。 1920年に創設されたイサムシャクフに除せられたものと、その継承者が自らの生命の前につけることを許された称号であり、正式には名前の一部ではない。ハンガリー王国におけるホルティの地位を表すコーマニゾウジャは、日本語では、摂政、失政、失政官等と訳されている。当時のハンガリーは王政であるため、 本来の国家元首は国王であるはずだが、口述する事情によって国王が即位することができず、その代行として、摂政を設置した。オーストリア・ハンガリー帝国海軍で、艦隊司令長官などを歴任。コトルの水兵反乱鎮圧等で武功を挙げる。1919年、国民軍総帥として、反革命を指揮し、クンベ兵ラらの政権にとって変わった。翌1920年、 共商国の支援とと直属部隊の力を背景に、摂政となる。官僚、軍人を、支持基盤の中核とする、ホルテ体制においては、権威主義的政治が行われた。外交では、新独、意を基調とし、失地回復を図った。第二次世界大戦末期の1944年10月に、敗色濃いドイツからの戦線離脱をサクスが失敗し、摂政を退いた。 1946年に、ポルトガルへ亡命。ハンガリーの首都ブダペストの南東に位置する、現在のヤース、ナジクンソルノク県ケンデレシュ市の在京貴族の家に、生まれた。1886年、当時、ハンガリーで、唯一の開港都市だったフィーメ市の海軍兵学校で、教育を受け、オーストリア・ハンガリー帝国海軍に入隊、兵装八百九十九年から、 教育官、アルテミダ艦長。1903年から、ハプスブルクの水雷士官を務め、数ヶ月後にザンクトゲオルクに移動。1907年からホブネ、ラクロマ一等士官に移動。1908年、コンスタンティノープル海軍白地長に昇進。翌1909年に、艦隊勤務から離れて、皇帝フランツヨーゼフ一世の自重部官を拝命した。ホルティは、 終世フランツ・ヨーゼフ一世を敬愛し、たびたび三次を口にしている。1914年7月28日の第一次、世界大戦開戦時、アントンハウス大将が統水する、オーストリア・ハンガリー帝国海軍は、戦艦16隻、巡洋艦12隻、駆逐艦23隻、水雷艇62隻、潜水艦6隻、補助艦艇7隻、汽船12隻を要していた。 開戦直後の1914年8月、ホルティは、フランツ・レイ・フラー少々期下のアドリア海方面、艦隊所属第三戦隊機関戦艦、ハプスブルク艦長に就任する。しかし、わずか4ヶ月後の同年12月には、巡洋艦、ナバラ艦長へ移動となる。ハウス大将は開戦当初より、海軍力の温存を図りアドリア海各地の港湾都市へ艦船を分散させ、 頻繁に感染の移動を及び人事の移動を繰り返した。フランスを主力とする連合国艦隊との直接対決を避けたアドリア海を逃げ回るその姿勢を帝国内の新聞各社は大いに非難した。しかし当時の状況としては帝国海軍の実力に鑑みてこれは正しい判断であり、連合国艦隊との艦隊戦となれば短期間のうちに保有艦船を大きく損耗し、 アドリア海の聖海権を早々に喪失していた可能性が高いと言われている。開戦時、帝国海軍は人材不足、特に士官不足に陥っており、開戦と同時にフィューメの海軍兵学校の士官候補生を繰り上げして卒業させ、帝国海軍士官として任用した。このような状況は当時から広く列強にも知られており、帝国はもっぱら陸軍国であり、 海軍は沿岸警備程度の実力と評価されていた。イギリス、フランス、イタリアの三国連合艦隊はアドリア海の制海権を握り、帝国を中央内陸へ封じ込めるべくオトラント海峡を封鎖した。帝国海軍は可兵ながら潜水艦、巡洋艦による野戦をたびたび結構、前線するも封鎖を突破することができなかった。そのような戦況の中、 1917年5月、海上封鎖を破るべく、オトラント席攻撃作戦式の隊名が、ホルティに下った。後のオトラント海峡海戦である。ホルティは、軽巡洋艦わずか3隻で構成された、主力部隊と、別動隊の駆逐艦2隻で連合国艦隊の特殊総海底約100隻が守るオトラント席を、攻撃。 無謀とも言える作戦であったが、イタリア海軍の駆逐艦、ボレアと貨物船一隻を早々に撃沈。さらに特殊総海底14隻を撃沈した。オトラント石襲撃の方に、イタリア海軍のアルフレッド・アクトン提督率いる統治、中海艦隊がオトラント関へ駆けつけるも、ホルティ艦隊に大敗を喫し、連合国艦隊の主力たる、イタリア海軍の統治中海艦隊は、 事実上壊滅した。ホルティは、機関、ナバラが大破しながらも前線し、ついに参加国によるアドリア海海上封鎖を破る。この武訓によりホルティは、大佐から少々へ昇進。ハンガリー国内は、オトラント海戦の大勝利に沸いた。翌1918年、帝国海軍帝督、マクシミリアン・ニエゴ・バンに代わり帝国海軍、総司令官に就任。同年10月、 アドリア海を南下し、ユーゴスラビアアルバニア沿岸の攻略を計画したが、作戦のようとなる戦艦、セントイシュトバーンが、イタリア海軍の水雷艇による雷撃を受け撃沈。この作戦は中止された。10月30日、中将に昇進。11月3日のビラジュスティ休戦協定により、艦隊は活動を停止。なお、この時、敗戦の混乱に乗じて、 モンテネグロの城塞都市コトルで発生した暴動を208名の陸戦隊を指揮し鎮圧している。アドリア海を主戦域とした地中海中東部でイギリス、フランス、イタリアの三大海軍国を相手に艦艇数の少ない帝国海軍を率いて互角に渡り合い大戦艦を通じて終始軍事的優位を保った提督としてホルティの名声はハンガリー国内で不動の地位を得た。 1918年11月16日、ハンガリーはハンガリー民主共和国として独立。しかし北部ハンガリーはチェコスロバキアとして独立し、ハンガリー領トランシルバニアをルーマニアが併合した。ハンガリーは帝国解体後、大きく領土を喪失、多くの国民が不満を持つこととなる。起乗するホルティ1919 19年3月1日、ハンガリー革命が発生。 首都ブダペストで都市、炭鉱労働者が放棄し、指導者ベーらが共産主義政権ハンガリー評議会共和国を樹立した。しかし、評議会共和国は大半の保守的なハンガリー国民から支持を得ることはできなかった。このため、評議会は率先して赤色テロを行い、旧皇帝派、旧帝国軍人を粛清、保守的知識人、 カトリック教会を迫害した。4月16日、ハンガリー国内の混乱に乗じて、ルーマニアが赤色革命の飛び火を防ぐという大義名分でハンガリーへ侵攻。評議会は粛清で弱体化した宮廷国軍に代わり、新たに都市、炭鉱労働者を武装化したハンガリー人民軍を創設し、ルーマニア王国軍を迎え撃つこととなった。 軍事的経験が皆無な評議会主犯ベ兵ラは、人民軍がルーマニア王国軍に勝利することを疑わず、敗戦により併合されたトランシルバニア地方の奪還をも楽観視していた。第一次大戦の敗戦によって帝国ががかい、領土は大きく喪失し、さらにルーマニアの侵攻によって、ハンガリーは亡国の危機に瀕していた。ホルティはフィューメで連合国に降伏していた。 イタリア海軍へ艦船を引き渡し、帝国艦隊を解散した。しかし、ハンガリーへ帰国する予定が、ソビエト政権の誕生により、大きく狂うこととなる。艦隊の解散と、それに伴う艦艇の引き渡しという屈辱的な敗戦処理を得た、ホルティの元には、評議会の粛清や迫害から逃れてきた、軍人、民間人が溢れ、直ちに帰国できる状態ではなかった。 だが、国内の混乱に対して、ホルティは職業軍人として、軍人は政治に介入せずという、堅くなな姿勢を貫き、フィューメで、もっぱら避難民の保護に努めた。1919年4月、オラデアより出撃したルーマニア王国軍が、ハンガリー東部へ侵攻。デブレゼンで人民軍が敗北したことを知り、ホルティは、ハンガリーの防衛を決意。 6月、海軍士官、艦隊要員、軍属、陸戦隊、士官候補生を率いてドラーバ川を渡り、ハンガリー西部のバルチュで、ハンガリー国民軍の創立を宣言した。ハンガリー国民軍の決起に抗応して、ハンガリー全土で民兵組織が放棄、ホルティのもとに、旧軍人、民兵が集まり、ハンガリー国民軍は、人民軍を遥かにしのぐ勢力に拡大した。 8月6日、ルーマニア王国軍がブダペストを占領し君、ベーラ政権が崩壊。ハンガリー国民軍は、ルーマニア王国軍とブダペストを挟んで退治することとなる。ルーマニアは、ハンガリー東部の領土活譲を要求するが、ホルティはこれを拒否。フランスの軍事支援を取り付け、人民軍に代わり、継戦を示唆した。ハンガリー国民軍は、ハンガリー国民の指示を受け、 指揮が高く、明日には、ブダペストを、の合言葉の下に、ブダペスト入場を待ち続けた。対するルーマニアは、クンベーラ政権が崩壊したことにより、大義名分を喪失。真中の長期化による、経済的負担と指揮の低下。さらに、ロシア革命に影響されたルーマニア国内の、革命勢力の活発化を恐れ、事態の収拾を急ぎ始めた。ホルティは、 ルーマニアとの厳しい和平交渉の末、領土の割動は拒否。代わりに、ブダペストに残地された人民軍側の武器弾薬、工場設備、金融資産等を引き渡す条件での撤兵を提案。ルーマニアより、ハンガリー国内からのルーマニア王国軍の撤兵の確約を取り付けた。11月14日、ルーマニア王国軍がブダペスト撤退を開始。 変わったホルティ率いるハンガリー国民軍はブダペストへ無血入場し、ホルティはハンガリー全土を掌握した。これらの事態を収集した、ホルティの名声はさらに高まり、ハンガリー国民の圧倒的多数がホルティを軍事的、政治的な、旧国的指導者として支持した。クンベエラ政権に協力した共産主義者の中からも転向して、ホルティを支持する者は少なくなかった。なお 赤色テロの反動として一時、愛国者、保守派、旧皇帝派により、訓米らに協力した共産主義者に対する白色テロが横行した。ホルティとヨーゼフ・アウグスト対抗軍ベーラ政権崩壊後、ハンガリーを掌握したハンガリー国民軍は、旧帝国の皇族であるオーストリア対抗、ヨーゼフ・アウグストを我らが王として擁立した。しかし、 ハプスブルク帝国の復活を恐れる、共商国陣営とルーマニアが再戦線を含め、強行に反対。10月23日、ヨーゼフ・アウグスト大公は、暫定的な王位から退位した。退位後、極めて短期間、共和国議会より、フリードリッヒー・シュトバーン、ツイデフサール・カーロイが、共和国大統領として選出され、ハンガリーを統治した。第一次大戦の敗戦。 帝国の解体、及び領土の喪失が我慢ならない国内の反動主義者、愛国者たちは、聖意首都バーンの王冠の地の栄光を取り戻す社会運動を開始。中世、中央に栄えたハンガリー王国に習い、王国の復興を標榜した、初位、ハンガリーの誇りを、保守的な新聞を通じて、ハンガリー国民に盛んに宣伝した。この愛国運動が、 全国民的な社会変革運動へ発展し、国内世論の大多数が共和制から国王を要した立憲君主主義体制を求めるようになった。ヨーゼフ・アウグスト大公が暫定的な王位を退位して、わずか数ヶ月後、1920年2月、王政復興を問う国民投票が行われ、共和制から立憲王政への移行が決定された。 トリアノン条約で分割されたハンガリーと各地方の人口民族構成。濃い緑がハンガリーの湿地1920年3月1日、共和国議会より解消したハンガリー国民議会は第一次世界大戦の敗戦により事実上が解していたオーストリア・ハンガリー帝国を再統合し、帝国を再建すべく、その第一歩としてハンガリー王国の成立を宣言した。 しかし、ハプスブルク家の国王衰退は戦勝国側である、協勝国に断固否定され、ハンガリーは国王不在を余儀なくされた。この状況を打開すべく、国民議会は事実上の原主として、ホルティをハンガリー王国姿勢に選出。この選出は、表向き協勝国に対する安全保障、つまり、オーストリアを追われた、ハプスブルクロートリンゲン家の皇帝かある一世を、 ハンガリー王国国王に福井させないことを条件とした選出であったが、実際にはカール一世をいただいて、オーストリア・ハンガリー帝国の再興を目指す皇帝派とハンガリー王国として創出した領土の回復を、目論む民族主義者との妥協の産物といえるものであった。ハンガリーが共和制から立憲王政に移行する間、ホルティは革命によって疲弊した国内を視察し、対戦。 内戦を共に戦った軍人たちを移動して回った。相変わらず、政治に無関心であったが、視察中、国民議会が自分を摂政に指名するという新聞記事を読み、新聞社へ直接確認している。1920年3月、国民議会がホルティを摂政に選出。しかし、これに激怒したホルティは、国民議会への参加を拒否。 私は一回の軍人に過ぎない。対抗殿下とハンガリー国民に忠誠は誓うが政治は門外漢だと誇示していたが、ヨーゼフ・アウグスと対抗時期時期にホルティの元を訪れ摂政への就任を要請。ホルティは摂政就任を受諾せざるを得ない状況へ追い込まれた。ホルティは国王不在のまま摂政として長い大戦とそれに続く混乱、内戦で疲弊した。 国内経済の立て直しに着手。国民議会は政党の区別なく全面的にホルティの政策を支持し、議会制に基づく緩やかな独裁体制が確立した。1920年6月20日にトリアノン条約が成立。ハンガリーの領土は著しく削減された。北部ハンガリー、トランシルバニア等、ハンガリーは伝統的な国土の大半を正式に失った。 このため、ハンガリー国内には、不満がうせ積し、右派、愛国者を中心に、湿地回復運動が流成することとなる。1921年3月26日、ホルティの休暇中に、カール1世がハンガリーに帰国し、ハンガリーをカール4世としての即位を要求した。ホルティは当初これを受け入れようとしたが、帝国の復活を目論み、オーストリアへの侵攻を拡索する。 カール一世を、共商国との軽装化を懸念した、国民議会が拒絶。3月27日、フォルティ自身は、ハプスブルク系の中世を誓っていたが、オーストリアへの侵攻は、国力的にも、国際的にも無理であることを承知しており、オーストリアを諦めるなら、カール一世を国王として、国民議会へ推挙する用意があることを、カール一世へ伝え、 この返答に約1ヶ月の猶予を与えた。3月28日、ハプスブルク家の復活を嫌った周辺諸国が反発。チェコスロバキアとユーゴスラビア王国がカールの即位は改戦理由となると警告。国民議会も摂政たるホルティによる国内統治の継続とカール一世の逮捕を求める決議を満場一致で可決。ホルティは ハプスブルク家と国民議会との板挟みとなったが、カール一世のオーストリア振興計画の件もあり、ホルティは最終的に国民議会に従った。6月、ハプスブルク家に忠誠を誓う政党主義者が応党派と共に、ホルティに対しカール一世の即位を要求しホルティの政権を言論で攻撃。新郎党派のホルティは国民議会に カール一世の即位を働きかけるが、国民議会はこれを拒絶。政党主義者、王党派とホルティの間で、いくつかの会合が持たれたが、最終的に決裂した。10月21日、カール一世が政党主義者、王党派に要され、ハンガリーへ入国。カール一世を支持する一部のハンガリー王国軍が、合流し、内戦の危機に陥る。ハンガリー国民軍が、 発展的に改変されたハンガリー王国軍はおおむね、ホルティに忠誠を誓っており、ホルティ自身は、カール一世へ、権力の異常と摂政の退任を希望していたが、近隣国との摩擦、特に、オーストリアを巻き込んだ即位は、時期尚早との見解だった。この間、チェコスロバキア、ユーゴスラビア王国は実力をもって、カール一世の即位を阻止すべく、国境へ軍を集結させた。 10月24日、事態を収集すべく、ホルティはやむなくカール一世夫妻を逮捕、カール一世も内戦は意図しておらず、ホルティの決断に従った。10月29日、カール一世を逮捕しても、なお、チェコスロバキア、ユーゴスラビア王国は、国境付近から撤兵せず、チェコスロバキア外相エドバルドベネシュは、将来にわたりハプスブルク家の完全なる範囲が、確約されなければ、 ハンガリーへ侵攻すると、最後通帳を行った。ホルティはこれに激怒し、ハンガリー王国軍の動員を計画したが、イギリス大使ホーラーによって制止された。11月、国民議会が1713年の国事直所を無効とする法案を可決。カール一世の多い継承権を明白に否定したことで、ホルティ自身、皮肉にもハプスブルク家による、 立憲王政への回帰を諦めざるを得ない状況となった。摂政としてのホルティは伝統的な立憲君主に及ばない程度の権限を持っていた。ホルティは自重武漢時代に身につけた厳格な気品、海軍時代の時間的厳密さ、内外、老若男女問わず、社交的かつ紳士的に振る舞い、多くの人々を魅了した。特にアメリカの中ハンガリーコーシジョンフローノイ、 モンゴメリーはホルティに惚れ込み、修正その熱心な信奉者となった。ただし、ホルティは誠実かつ愚直な軍人ゆえに物事を直言することが多く、政府はホルティが外国人、特に外国の新聞記者と頻繁に接触することを制限していた。ホルティとヒトラー・ハンガリーの愛国者はイタリアで起こったファシスト運動に触発され、野獣児童をはじめとして、 数多くの民族主義政党を設立、国民議会の選挙を通じて、一定の議席数を確保し、国政へ発言権を増幅することに成功していた。野獣児党をはじめとする各々の民族主義政党の綱領は似通っており、概ね、大戦後の失地回復と、ホルティへの忠誠が共通して見られた。しかし、ホルティ自身は、全体主義的な民族主義運動にはたびたび懸念を、 表明しており、特にイタリアから影響されたファシスト運動は嫌をしていた。ホルティは喪失した領土を回復することが国際情勢を顧り見ていかに困難かを理解しており、安易に国民を煽り戦争を引き起こすきっかけとなりかねない政治運動には法の範囲内で警察力を持ってたびたび介入している。しかし時代的。 地政学的にそれらの政治運動の流れを止めることは難しかった。ホルティは恩憲な立憲主義者であり、国民の支持のもと、緩やかな権威主義的独裁体制であった。ホルティ政権が野獣児島のファシストに対し徹底した弾圧を行うことはなかった。国民議会は、復興目覚ましいナチスドイツへ、接近、シブるホルティを促して、ドイツとの軍事同盟を締結させた。 コルティ自身は、ナチス政権に会議的で、嫌悪官すら表し、アドルフ・ヒトラーについても軽蔑していた。私は、国民から摂政を辞任するように求められれば、喜んで辞任するが、彼は決して首相を辞任しないだろうと評している。実際、ハンガリー国内の親独組織の主会として、対等しつつあったサーラシ・フェレンツを微罪で、たびたび逮捕させたり、 親読的なイムレ・ディベイラ首相を解任している。また、ハン・ヒトラーグループで活動していたアップベアのビルヘルム・カナリスと親しく語り合っていた。そしてハン・ユダヤ主義には断固として反対しており、当時国民議会で準備されていたハン・ユダヤ法に対しても愛国的なユダヤ人に損害を与えると懸念しており、彼らは自分と全く同じハンガリー人なのだとも語っている。しかし、 結果としてハンガリーはドイツと運命共同体となることを選択し、数軸国として戦争の道を突き進んだ。ドイツはハンガリーへ徹底した怪獣策を取り、いわゆるウィーン裁定を行った。この裁定により、スロバキア南部とカルパティアルテニアがハンガリー領に戻り、また、ルーマニアから北部トランシルバニアをハンガリーへ返還させた。さらに、 ドイツ軍のユーゴスラビア侵攻後、東部、ボイボディナを割用したことから、ハンガリー国内ではより一層、ドイツに協力的なファシスト運動が盛んとなった。第二次世界大戦の独ソ戦が始まると、国内のファシスト運動に押され、国民議会も数軸国の一員として、ソビエト連邦への宣戦復刻を受け継ぎ、ホルティも追認した。しかし、ホルティは反共主義者ではあるが、 厳格な軍人であり、現実主義者として、破竹の勢いで欧州を接見したドイツ軍を評価しつつも、ソ連への戦線には、回帰的であり、否定的であった。ロシアの冬を甘く見ない方がいい。ナポレオンと同じ運命をたどることとなるだろうと、数軸国ながら中毒大使に警告している。ハンガリー王国軍は、ルーマニア王国軍と共に、長大な東部戦線の左右翼、 オデッサ方面の攻略を担い、参戦当初は順調に進撃していた。しかし、野ーの援護と、騎兵突撃を組み合わせたハンガリー王国軍の、旧来の戦術は、後に登場した T-34 をはじめとするソ連軍の、新式中、重戦車に到底立ち打ちできないものであった。スターリングラード攻防戦でのパウルス元帥率いる、ドイツ軍が壊滅し、次第に、 数軸国の劣勢が明らかとなると、ホルティは早々にドイツと距離を置くことを考慮し始めた。また、ドイツはハンガリー国内のユダヤ人をドイツ国内に移送することを要求したが、ナチスによるユダヤ人政策によってから批判的であったホルティはこれを断固として拒否。ブダペスト駐在ドイツ大使を政務室へ呼びつけ、軍等が我々から誘拐できるユダヤ人は、 ただの一人もいない。彼らは我々の良き友であり、王国国民である。私は失勢として国民を守る義務を負っていると一括している。九百四十四年三月、首相カーロイ・ミクローシュが行っていた連合国との休戦交渉が発覚し、ホルティはオーバーザルツベルクのヒトラー3層ベルク方府に軟禁状態にあるうちに、ハンガリー全土はドイツ軍によって、 短期間のうちに無欠占領された。8月、隣国ルーマニアが数軸国を離脱し、ソ連軍がハンガリー国境に迫った。ホルティはドイツと断交し、連合国と休戦することを決定した。しかし、その動きを事前に察知し、阻止すべくドイツはホルティの次男ホルティ・ミクローシュ・ジュニアを誘拐し、新独派の野十字党に政権を握らせるクーデターを起こした。 ホルティは、息子と国家とどちらが大事なのか、それがわからないほど愚かではないと当初は、要求を跳ねつけていた。しかし、野獣児童は、要求を飲まなければ、国内の主な教会を破壊すると脅迫。野獣児童の党員が、西トランシルバニアに位置するクリシャナで、プロテスタントの牧師を処刑した。10月15日に、野獣児童は、休戦を発表した。 ホルティの放送を撤回し、王宮は野獣党島党員とドイツ兵に取り囲まれた。ホルティはドイツの教養に従い、野獣字島のサーラシ・フェレンツを首相及び国民、指導者に指名した後、失勢の座から退くことを宣言。王宮で会見したホルティは、サーラシに対して国を売り渡すものよ、私を吊るす革紐は用意できたかね、と悪態を吐いた。 かねてより性的ながら、ホルティを集計していたサーラ氏は激しく動揺し、ホルティの身の安全が保障されなければ、ハンガリー国民統一政府の国民指導者につき、国民の支持を得ることは困難であると、ドイツ大使に伝えた。ドイツ大使は、ホルティの身の安全を保障し、表向き、西洋用という形で、ドイツに移送され、ドイツ国内の別荘地に軟禁された。 サーラシ率いるハンガリー国民統一政府はソ連軍によって占領されるまで数軸国側に止まった。なお、誘拐された息子、ホルティ・ミクローシュ・ジュニアは終戦後にアメリカ軍によって解放されている。ケンデレシュに混流されたホルティの霊病戦後交流を解かれたホルティに対して戦犯として裁くことを戦勝国側で唯一、ユーゴスラビアが要求したが、 この訴えは連合国によって、直ちに却下された。連邦に属するモンテネグロが第一次大戦、敗戦後のコトルでの暴動の鎮圧の権を根に持っていたこと、また、ユーゴスラビアの社会主義政権が、かつての評議会政権を倒したことを問題視していたためだが、モンゴメリー元講師が、ホーマー・スティール・カミングス司法長官に手を回し、先般指名から外れたとも言われている。ホルティは、 身の安全を得たが、ソ連軍の占領下で、ハンガリーには、社会主義政権が樹立されたため、帰国することができなくなった。以後、ホルティは、家族と共にアントニオ・サラザール政権下のポルトガルで、余生を送り、1957年に死去した。去年88。ほとんど無一文であった、ホルティ一家のため、モンゴメリー元講シ一家は、ホルティ夫妻が死亡するまで、 財政援助を行っている。また、娘のイロナの改造によると、亡命した、ハンガリー系ユダヤ人たちからも援助があったという。晩年に、両世界大戦を振り返った、改想録を執筆している。ハンガリー動乱が鎮圧されたことに衝撃を受け、ロシア兵が一人残らずハンガリーを去るまで、自分の遺体をハンガリーには返さないよう言い残した。 かつて国民軍を率い評議会政権と戦った優勝として最後の意地とも言える遺言であった。ホルティの意外はソ連が崩壊し、ハンガリーが民主化を達成した後の1993年にようやくハンガリーに戻され、故郷のケンデレ州に埋葬された。この際、ハンガリー及び国外の反応は好意的なものと批判的なものの二つに分かれた。しかし、 ホルティの霊病には今も喧嘩が絶えることはない。ホルティは海軍士官時代、日露戦争の時期に日本を一度訪問している。1938年にモンゴメリーアメリカ公使と会談したホルティは日本には一度行ったことがあるが彼らは小さな猿に過ぎないと語っている。一方でハンガリーが三国条約に加盟した際にはハンガリー中日大使ギガジェルジが ホルティが来日した際に日本人男女の姿を腕に入れ墨しており、機嫌が良い時には人に見せるほどの親日家であるとアピールしている。ホルティの左腕には緑と金色の竜の入れ墨があり、ジャーナリストのエゴン・キッシュも美しい緑と金の竜の入れ墨をしており、それを隠そうともしなかったと証言している。この入れはギガが言ったように日本で入れたという説と若い頃に イギリスで入れたという説がある。ありがとうございます。